つもありがとうございます。パーソナルブレイクで ATO さんですね。はい。これでね、開封して発送ということで了解しました。今日、はい、出荷します。なので、明日着予定ですね。はい。よいしょ。今日は2つということで。はい。じゃ1個目ね。1パックずつ開けていきますので。で、仕分けはいつものね、ようにしておきます。あ、1パック目でサイン引いちゃいました。はい。まあ、12分の1ですもんね。15か、10パックか。はい。ここですね。うん。青っぽいとこ。イタリアとかフランス？誰だ？あ、コンテさん、レジェンドだ。あ、レジェンドを当てたいって言ってましたもんね。はい、コンテさん。コンテさんとか、インザーギアカテゴリー A かな。あと、どの辺がいいのかな、レジェンド。あ、あれか。エンリケさんとかね。うん。はい、コンテさん来ました。コンテさんまだ持ってない。ね。結構、去年2年前か。2年前ぐらいに入ってた。レジェンドとかが結構このモザイクに入ってますね。うん、はい、3パック目です。まああとこうシリアルがいっぱい出ればいいんですけどね。なかなかシリアルも1枚出ればぐらいですから。まああとはこのパラレルですね。アブさん。トルキー。アブちゃんも頑張ってるようでね。はい。ああ、ウクライナの選手ね。よいしょ。先遣隊にとりあえず勝利したという、はい、感じですけど、よいしょ、速報で流れてましたね。はい、まあ第1次の時も第2次の時も結局はまあ資源の取り合いになってっていうね、まあ、あとは指導者次第となってしまってるんですよね。まあ振り返ると。なかなか難しいですよね。はい。イザークさんのシルバー。店長もね、一応提案はしましたよ。労働還付金といって、まあ、ね、企業にやっぱり、大企業に特に日本は勤めてもらわないと困ってしまいますから、今後も。今ですので、上場企業にお勤めの、で、そこからお給料もらってる、ね、社員さん、まあ役員もそうかもしれないですけど、内部保留を促すんだったら、労働還付金って言って、ね、還付すればいいんじゃないのっていう。まあ、だって消費税取られてるんですから、ね、労働の対価をね、いただいてもいいんじゃないかなっていうのを、その、数年間限定とか、それでやってみるのもありなんじゃないか、つって言ったんですけどね。はい、ドンナルンマのシルバー。すごいですね、それ、って言われました。はい、トーレスさんと赤オルセン。うん、シリアルがまだない。はい。CR は 80% ぐらいですよね、大体ね、これね。はい。あ、いた。はい。最後に青がいました。誰だ？はい。クロアチアの選手ですね。青は99かな。7番だね。司令塔？はい。ヨシップなのかな。ヨシップ。うん。ヨシップかな、クロアチア。ブレカロさん。はい。うん。それと、サインはコンテさん。レジェンドでした。ちょっと待って。一旦、押します。はい、2箱目。イタリアのレジェンドって結構入ってましたもんね、パニーニさんね。コンテさん。あと、ボボさんとかね。うん、ボボさん、名前なんだっけサインがボボだから。ボボさんなんでしょ。でもね、そうすることで、さっきの話ですけど、大学生とかも公務員になりたいって、まあ、公務員も必要ですけど、減る、まあ、大企業で勤めたいっていう方も増えるんじゃないかなと思うんですよね。でも、給料ね、上げます、上げます、上げます。言ってますけど、まあ上がってないですよねっていうはい。お、マウントシルバー。でもそうなんですよ、下手に時間できちゃうとね、本当働かなくなっちゃうんだね。働かないといけないようにしないといけない。はい、サーラムさん。はい。お、青パラが早々に来ました。はい。誰だ？アルビン・エクダルさん。スウェーデンですね。こちらも青ですので、99シリ。アルビン・エクダルさん。エクダル。はい。で、あとはサインですね。コンテさんは嬉しいでしょう。はい、マトンドさん、ウェールズ。マトンド。ポデンスさんと赤でしょ。あと3パックです。シストさん、デヨングだ。これですね。はい。この色。赤系のチーム。ポルトガル？他わかんないな。誰だ？あ、イングランドか。ニック・ポップだ。はい。ゴールキーパーですね。うん。ニック・ポップさん。2年前、去年かなんかのプレミアリーグ出た時は結構、サイン当てて喜んでる方がね、結構いましたね、ここです。あ、ポープさんね。今、正ゴールキーパーなんですかね。ユーロの時、どうだったのかな。でも、ね、サインカードになってるから、彼ですよね。はい、トラックの赤でした、最後。はい。ということで、2箱ともパラレルも出ました。で、3位は、イングランドのゴールキーパーのニック・ポープさん。それと、イタリアのレジェンドのアントニオ・コンテさん。お若い時ですかね。だいぶね。うん、8番。はい。バッチョのいた時あたりですかね。バッチョさんね。はい。まあ、日本、ワールドカップの時ぐらいですからね、店長も見たのは。店長はドイツだったんで、ドイツファンだったんで。短パン軍団がね、かっこよかったです。パス回しがすごいなと思って。はい、ということで、こちらでした。で、シリアル2枚ですね。で、梱包してね、今日出します。はい、他2回ですね。右のタブがお客様です。3回押します。1、2、3。お、キングのワンペアですかね。はい。ワン、ツー、スリー。はい。やっぱ ATO さん強いな。はい。で、200個名分ですね。はい。ワン、ツー、スリー。2回目はノーハンドでしたね。はい。じゃあ、こちらでね、今日発送します。今までの分。3回分から。はい。お受け取りよろしくお願いします。ありがとうございました。